の名前は名探偵ナコン。いろんな事件に遭遇しては事件を解決に導くちびっこ探偵さ。今日も事件の匂いがプンプンするぜ。よし、解決してみせる。じっちゃんの親戚の、そのまた親戚のおじさんの名にかけて。これは大変だ。事件の匂いがプンプンするぞ。ナコ、来てたんだね。もう土警部、何か見てください。この死体を、事件の匂いがプンプンします。そうだね。ちょっと待って。なるほど。男の人です。死因は、死んでます。死因は何だね。死因わかりません。ただ何か、この…ちょ、手に触ったりしないよね。触りました。え、指紋すごいついてるよ。はい。君、今犯人候補だけど大丈夫？大丈夫です。君が今一番犯人候補になっちゃうよ。このまま捜査進めると。いいのかい？ちょ、じゃあ一回落ち着いてください。ん？落ち着いてるよ。ナコン君？あ、ナコン君！証拠隠蔽になるよ、それは。ナコン君？ナコン君、罪を重ねないでくれ、これ以上。ナコン君、ナコン君、証拠は残るよ、これは。見てください、父警部。どうした父警部、見てください。何か鈍器のもので殴られたような、なんかこれが多分凶器なんです。これは触ってないよね。触りました。ちょっと、ナコン君、これが凶器だとすると君が犯人だよ、もう。ナコン君、ナコン君、ナコン君、犯人だよ、君が。ナコン君、でもどうする。今私一人だからいいけど、これ私は伝えないといけないよ、みんなに。もうちょっとで来るよ、みんな。こいつはダメだ。ナコン君、ナコン君、犯人だよ、君が。何も事件にどうする解決しようという思考回路がない。ナコン君、私はこれはとどめられない。警察は終わっている。ナコン君、僕が解決するしかない。これは私は見たまま伝えるしかない。ナコン君、探偵相手バレー、博士からもらった毒蛇、これで。僕は触ったものないからな、ナコン。警部、ナコン君、あっちの方で犯人みたいな人がいます。警部、見てください。よしよし、さあ、よし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 。警部の、警部を使って事件を解決せねば。さあ、ちょっと行くぞ。皆さん、来てください。なんか土井警部がお話があるとのことです。よしよし、編成、蝶ネクタイを使う。よし、皆様、お預かり、お集まりいただき誠にありがとうございます。
です。父はこの事件は事故ではないという結論を導き出しました。なぜならば被害者が鈍器のようなもので殴られていたからです。この父が今持っているこの鈍器がその証拠になると思います。え、なんですか、死亡推定。え、なんですか、死亡推定。おとついです。昨日、おとついか昨日にかけて死にました。はい、密室殺人。はい、密室くそ、どういうことだ、密室だと。密室でも死人が出ます。はい、死んでました。殺人事件に間違いありません。はい、証拠もうダメだ、もうダメだ。私です。私がやりました。私がやりました。この被害者をカーッとなりぶん殴ってしまい死んでいまいました。逮捕してください。すいませんでした。